はいどうも、今回はこちら25分の1 AMT アーテル62年ポンティアックカタリナカスタム、これをやっていきたいと思います。全くわかりません。どんな車かとか全く知らないんですけど、とりあえずググってみて出てきたかっこいいなっていうものがあったので、それをコピー目指したいと思います。じゃあね、中身見ていきましょう。では見ていきましょう。 421SD とかっていう車種のキットが AMT で出てたので、多分その車のカスタム仕様っていうキットだと思います。全然わかりません。カタリナっていう名前は聞いたことがあるな程度の人です。だからどういう車種とか、まあどういう位置づけにあったとか、そういうことも全然わからないですが、その見たやつがね、かっこよかったのがあったので、それをコピーできるかな。金型自体は新しい金型のようです。だいぶ前に71年だったかのチャージャーを組んだりとかしましたけども、その辺でね、組み立てがすごくやりやすくなってるって話をしたと思うんですけど、多分金型自体はそれとそんな変わんないくらいの年代の金型だと思います。フレーム別体ありがたや塗り分け楽だからありがたや。こういうのがいいですね。分かれてるから塗り分けはしやすい。ランナー落ちもほとんどないし、まあ、バリも多少はあるけど、うぐわーってなるようなバリはないですね。その辺はありがたいですね。まあフロントのメンバーとか、カムカバー、タペットカバーですね。多分 OHV でしょ、このエンジン。シートがすごい形してるな。この辺は純正とまたちょっと違うのかな、ノーマルのキットとは。インパネとエンジン本体、ロッカーアームがモールドされとるで。この辺面白いですね。まあ見えなくなっちゃうんだけど、こういうのはね、成形されてるあたりがなんかいいな。でここ仕切りみたいなのあるでしょ。だから合わせ自体はかなりいい方じゃないかなっていうふうに思います。部品の愛自体はね、これやっぱり内装カスタム仕様だから違うんでしょうね。ノーマルのやつと軽く見た感じの内装とはちょっと違いました。シート形状とかが違ったので、なのでまあノーマルのキットにはノーマルとしては組めないのかな。でマフラーですな、これなんだろう、何の部品だろう、現段階ではわからない。クリアパーツですね。うわ、ステアリングが透明だ。なんでなんでこういうステアリングが本国では流行ってたの。でタイヤのホワイトリボンの部分ですね。こうやってなってるとね、塗装して、で後でデカールとかだったりすると剥がれてきたりする可能性がありますけど、こういう風になってるとね、そういう可能性もないのでありがたいですね。でボンネットですね。開閉選択式なのかな、開閉できるのかな。なんか部品の形状的に開閉はできなさそうだけど。そしてテールランプですかね。これもう一回またクリアレッド塗り直します。メッキパーツくすんでますね、メッキが。だからまあ落として塗り直しか、これは仕方ないね。お、サイド出しのマフラーがちょっと検索して出てきた画像とちょっと雰囲気が違う、合わない感じがする。柔らかいゴムなんで、柔らかいタイプですね。これはなんかまあただ日本の国内のキットとはね、またちょっと違うゴム質だったりするんでしょうね。デカールはナンバープレートのみですね。この3種類から選んでねって感じでしょうか。じゃあね、やっていきたいと思います。まずは洗浄しちゃいます、洗います。メッキはとりあえずまたね、漂白剤で落としましたが、ここ見えますかね、ここ、これねプライマーなんですよ。
メッキされてるとバリなのかプライマーなのかわからない。でもこういうの AMT だとよく見かける気がします。あとはこのプライマーの厚みとかで成形不良が、ごまかされる、ごまかされてるって言い方も良くないかな、そういう風になってることもよくあります。であとね、このねヘッドライトの辺見えますかね、もうプライマーがね剥がれてきてるんですよ。でこの状態でこの上から塗っても剥がれます。あとね、カゴにねこうやって、塗装してでマスキングして剥がしたらメッキとねプライマーごとねペリペリって剥がれてきたことがありまして、基本的にこの AMT のメッキは自分は信用してません。なので今回これまたね落とします。また湯煎します。まあ、だいぶ時間が経ったので10分なんて言わずに結構長いことやっちゃったけど、結構長いことやっちゃいましたが10分どころじゃないぐらい、まあ、落としていきましょうか。綺麗に落ちてくれるかな。あの今長谷川のメッキ落とし剤、本当はねあれの方がね綺麗に落ちるんですよ、こういうメッキのプライマーとかは。なんですけど今ね、あの今度新商品が出るってこともあって生産されてないんですよね。生産だから入手できないんですよね。このプライマーね、落ちにくいんですよ。これあ、これプライマーだけじゃなかった。バリだった。プライマー落とすにはあっちの方がはるかに使いやすいんですよ、実際のところ。こうね、綺麗にペリペリペリってめくれてくるんですけど、あれね、メッキー一回漂白剤で落としてあげた方がプライマーは綺麗に落とせますね、経験上、あの感覚的にですけど。なんでやるんだったら漂白剤一回つけた方が多分すぐ落とせると思います。自分みたくねスピード命みたいなそんな感じでやってる人まあそれほどいないと思いますけど、そういう人にはねまあ一晩置いといて溶けてくれればそれはそれでいいんですけど、このバンパーのね端っこのところここですけど、プライマーが溜まってるんですね。溜まった状態で乾かしてそこからメッキをかけられてるってところを落としてあげると芯の形が現れるっていう、そういう感じだったりします。結構今回は綺麗に落ちてくれましたね、助かった。バリだったか、まあバリもこうやってやってあげると分かるよって苦し紛れで、この状態にしてあげてから切り出して塗装していってあげます。今回足回りなんですけど、説明書を見るとこれね、シャーシをくっつけるときにこのアームですね、このアームを接着せずにスフレームを接着して、でその後にここのアクスルに接着するみたいな、そんな感じの指示になってるんですけど、これなんですけどもう先にくっつけちゃいました。もうこっちのフレーム側にもう全部くっつけてしまって、でマフラーを取り付けるときにこうくるくるしてこうマフラーをねぐるっと回転させながら入れてで接着するっていうような感じにしようってことにしました。でまあフロントもねメンバーまで全部くっつけてしまっています。でこのアブソーバーのところですね、アブソーバーだけは別で
塗装してくっつけるような、そんな感じにしたいと思います。この上側のね、このアームなんですけども、多分これでいいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、具体的にね、どこにこうつながるかっていうのが正直分かりづらかったのと、あとはまあ結構ガタがあるんで、これで合ってるかどうかの、っていうのはちょっと難しい、合ってない可能性もあります。でエンジンはね、とりあえずここまで接着しちゃいました。このね、まあ本当はこのブロックのね、シリンダーブロックの上のところにね、ピストンのこう頭みたいな感じの穴があったりだとか、こうやってロッカーアームがあったりとかしますが、まあこの辺はジオラマとか作るときとかに、こういう風のを使ったりとかするとそれっぽい感じにできたりするんじゃないかななんてことも思ったりしています。まあとりあえず今回はもうこれで接着して、ロッカーアームのね、カバー、ロッカーアームで、ね、タペットカバーをくっつけちゃうっていうような感じにしたいと思います。ボディはね、まあこんな感じですけど、ここの、まあリムーブありますけど、こういう時はもう自分はもう真ん中切ります。真ん中切ってこうやって何回かに分けてね、一度で切ろうとすると、あ、これダメかもしれない、うまいこといかないかもしれない。こうやって切ろうとするとね、多分ね、これね、うまいこといかないんでね、よいしょ、ニッパーの刃を逆にして、あー、それでもダメか、ちょっとねじれちゃいましたね。で、これをデザインナイフで切る。一度に切ろうとするとここはめくれ上がっちゃってね、せっかくの形状がダメになっちゃうんで、台無しになっちゃうんで、こういう感じでね、何回かに分けて切ってあげます。で、これでね、塗装の方入っていきます。こういうところですね、こういうところはもう軽くこうやって削っておかないと、後でね、つかないとかっていう風になりかねないので、まぁ、ちょっと出っ張りもありますし、バリもあるし、で、やっていくような、そんな感じにしていきましょうかね。このリアのこのポンティアックの文字ですけど、これはちょっと残せないかな。多分埋まっちゃうと思います。かといって削り落とすにしてもちょっと難しいような、ちょっと何とも言えない形状してますね。どんな感じになるかっていうところもありますけど、まあバリですよね、バリというか、こういうところも削っておいてから塗装の方に入っていこうと思います。まあ、ちょっと、まあ、カスタム仕様ということで、説明書の指示ともね、箱の写真とも違う感じのエンジンカラーにしようと思います。これだいぶ前のね、その3H セフィーロ作った時のあまりのグリニッシュシルバー、これの色がまだ少し残ってるんで、これで塗っちゃいます。今回ボディカラーをね、メタリックイエローグリーンというか、あれにしようと思ってるので、まあ、ちょっと緑系でね、作ったよみたいな、そんな感じの車にしようと思ってます。だから説明書の指示とはまた違うね、また違う色味でちょっとやっちゃおうかなということで、まあカスタム仕様なんで、エンジンもやっちゃうよっていう、やっちゃってるよっていう、やっちゃってる、エンジンもいじくってるよっていう、そういったイメージでね、やろうと思ってます。なのでこんな感じでね、まあ、オリジナルの色でいきます。ステサフ削りをしています。まあ、パーティングラインとかがね、分かりやすくなるようにまあ削ってるんですけれども、このね、右側ドアのところ、ちょっとね、なんだろうこれっていう出っ張りがあるんですよ。
整形不良なのか何なのかまではちょっと分かんないんですけど、こうやってね削ってあげると出てくるでしょ。これね今ちょっとデザインナイフで一回切ってから切っておいたんですけど、ぷくっとね1ミリぐらいかなの出っ張りがありました。キーシリンダーはまたインセクトピンで開け直すので、またねピンバイスの刃で、ピンバイス 0.8 ミリのピンバイスで穴を開けてます。なかなか消えないけど、あんまりガシガシやりすぎると形が変わっちゃうのでこれぐらいにしておきます。パッと見そんなにね目立つパーティングラインはねあったわ。ここら辺とか、あとはねこのフェンダーのオーナメントなのかな、このねところにもね出っ張りがあったりとかするので、この辺をね削ってあげないとね。これぐらいまで削っておけば大丈夫だと思います。であとねここアメプラのボディによくあるここにね多分ねゲートみたいなのがついてたんじゃないかなというふうに思うんですけど、このねところも削り取ってあげて、あとはもう全体的にね、まあ、引けとかを確認しながら削っていきます。あとボディもね、ググって出てきたやつは単色だったんですよ。なんですけどルーフだけを白くしようか単色で一色で塗っちゃうか、うーん悩ましいところ。できればなんかちょっとオリジナリティは出したいけど、ただアメ車をかっこよくするセンスは私にはないので、まあその現地の仕様で作った方がかっこいいんだろうなと思うんですけど、だけどそれはそれでなんかあお前パクったなみたいに思われそうで、だその辺考えるとんちょっと自分なりの感じでやってみましたっていうところは出したい。ただそれがかっこよくなるかって言われるとどうなんだろうね、かっこ悪くなりそうだよねとかね、そんなことも思いながら、とりあえずはでもやっぱルーフ塗るか、ルーフ塗り分けた方が多分、いやーでもなー、それはそれでその何見てかっこいいなって思った車を作ったオーナーさんに失礼かな。まあとりあえず削っていきます。